塩安区は中華人民共和国関東省長州市に位置する四角区。旗艦台は南海軍形容県の管轄とされた。331年、東進により海洋圏は東関軍の下に新設。413年には吉安軍を設置し、軍地が海洋圏に置かれた。589年、隋により慰安軍は廃止され、長州に編入されたが、 607年に長州は吉安軍と解消された。621年、党により、義安軍は長州と改められた。742年には長州は長陽軍と解消され、758年には再び長州と解消された。現代になると長州は長州路総管府に改編、民進大は長州府が設置され、海洋県はその管轄とされた。 北総以降、海洋圏の管轄面積は減少傾向にあった。1121年、栄安市、高市に、遠徳の三郷が、京洋圏に廃止、海洋圏に、編入として、分割新設された。1477年、秋代により、県内の一部に、逃平県が、新設。同じく1563年には、海洋圏及び、京洋圏の一部に、 日吉会見が新設された。新大になり1738年、海洋県大保県花王州の一部に、豊か淳県を新設された。新外革命により、中華民国が成立すると、1914年1月、山東省に同盟の海洋県が存在したことより塩安県と解消される潮巡道の所管とされた。百三十六年七月、 塩安県は、大国行政へ、正しさ指定員文書の管轄となり、選書は、当初塩安県に設置されたが、後に、諏訪島に移転された。中華人民共和国が建国されると1951年7月に、塩安県に、関東省人民政府越東弁寺所が成立した。1953年1月、塩安県上官鎮が分割される塩安市が、 成立した。1958年12月、長州市が廃止となり塩安県に編入されたが、1979年8月1日に、再び長州市が設置、1983年7月1日に、塩安県は長州市に移管される際に廃止された。1991年12月、長州市の行政区画拡大に伴い塩安県が再設置され、 2013年6月28日に、塩安国改変、軽賃、鉄式賃、関筒美賃は、昭和区に移管された。株に16賃を管轄する塩産益。ありがとうございます。